佐藤達夫は、日本の神奈川県中郡大磯町出身の、アニメーション監督、演出家、早稲田大学法学部卒。代表作は、飛べ、イサミ、機動戦艦ラデシコ、学園戦記、無料、猫汁草、宇宙のステルビア、猛烈宇宙海賊、リンネのラグランジェなど。高校時代は、陸上競技の有力選手だったが、2年生の時に、故障してしまう。 総大法学部に進学し、リハビリ中に友人に誘われて、漫画と変わらないだろうと思い、アニメーション研究会へと入り、現在の業界に関わる方向へ転身した。現在でも、筋力トレーニングは欠かさないという。本人曰く、仕事で初めて関わる人にはよく、体育会系ですねと言われているらしく、アスリート時代の考え方や、精神的思考は、現在でも発揮されている様子。 1986年にはセダアニメーション研究会で自主制作アニメーション演山の金さんを制作。壮大卒業後、アジア堂に動画担当として入社、後に演出助手、さらに演出に転ずる。1994年放送の赤ずきんちゃちゃで注目され始め、第一平太郎、桜井博明らと共に、ちゃちゃサンバが荒らすと呼ばれるようになる。なお、 現在でも、この二人とは、信仰が深い。1995年の、戸部いさで、初監督を務め、1997年に、アジア道退社、イゴフリーで活動している。2001年の、猫磁力差では、文化庁、メディア芸術祭アニメーション部門優秀賞、モントリオールファンタジア映画祭最優秀短編賞、非評価賞を受賞。 彼が監督を務める作品は、原作のないアニメオリジナル作品であることが多く、登場人物が非常に多いことでも知られる。s f 系作品であっても、どこか和風の雰囲気が醸し出しているなどの特徴を持つ。演出としては、間を実写作品的な感覚で使用することが多く、精度を分ける。また、自作、他作を問わず、毛筆による、 タイトルロゴを作品に取り入れることも多い。なお、なでしこのスタッフには非常に丁寧で可愛らしい絵コンテを描くと評判だったようで、その絵に関しては同作品のムック等でたびたびに目にすることができる。なでしこやステルビアに見られる華やかなラブコメ作品の印象が強いが、自身の最も元の作風は無料の穏やかな作風と答えている。そのため、 ステルビア放映前のインタビューでは、全2作を通してやりやすい作風が見えてきたと述べている。一方で1個の作風には固執せず、原作付け作品では、猫汁草、重氷絵をシ風調、東京トライブになど、ジャンルも描写も異なった作品を担当し、バラエティに富んだ作品群を手がける。2009年放送のバスカッシュでは、久々に監督業ではなく、 シリーズ構成と脚本を担当している。監督を担当するオリジナル作品の場合、学校生活などに見えるモラトリアムを舞台とし、学生引いては子供たちの群衆劇としっかりと成長した大人を並び扱うことが多い。ここでいう大人とは子供に対して責任を持ち、彼らと向かい合い、自らの社会的責任、道義的責任を果たすことできる人物を指し、 佐藤の作品では、高い頻度で求められる役割の人物として登場する。なお、機動戦艦なでしこでは、なでしこを、学校、クルーを生徒と教師として見立て、たびたび説明していた。ありがとうございます。